はい、皆さん、こんにちは。酒好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は、タカラの焼酎ハイボールの、ぶどう割りです。これが新発売ですね。アルコール度数 7% の果汁が 1%。甘味料0、糖質 80% オフ。うん。ですね。この甘味料ゼロっていうのがやっぱりね、焼酎ハイボールの良さですね。それでは飲んでいきたいと思います。お、すごい。いい感じに。やっぱりね、焼酎ハイボールは、この辛口チューハイっていうのがやっぱりね、最近のね、チューハイってね、カロリーゼロ、だけど甘味料が入ってるっていうパターンがかなり多いんです。なんかね、氷結ストロングとか、あれ、カロリーはゼロなんですけど、まあ、いわゆる糖質がゼロ。カロリーゼロ。だけど甘味料が入ってる。だから結局甘いっていうパターンね。何の意味もないんです。別にカロリーなんてどうでもいいんですよ。個人的に。うん。しかもこれはまあ、ね、ウォッカではなく、焼酎を使ってる。だから甘味料がゼロ。で、糖質が 80% オフなんで、まあ全然甘くないというのが、俺がお気に入りの焼酎ハイボールです。それでは乾杯。うお。うお、これはすごい。ほぼ甘くないです。で、ぶどうの香りがする。飲んで、あ、ぶどうの香りだって。甘くないけど。これ新しいですね。全然甘くない。今日のつまみは山椒の種。元祖。ですね。これは、これ唐辛子の種とかの、が、有名なやつですね。わさびの種。なんか、そんな感じ。柿の種の、若干この幅広のタイプの柿の種。若干じゃない。かなり幅広タイプの柿の種のやつですね。こちらちょっと辛いって書いてあるんで。ああ。うん。なんかかなりペッパーが。うん。全然辛くない。ここに痺れる辛さって書いてあるんですけど、全く辛くない。びっくり。まあ、酒を飲むにあたって、まあ辛いっていうのもちょっとあれなんですけどね。つまみに辛いのって、俺個人的にあんま好きじゃないんですよ。なぜなら、ほとんど酒の味がわからんくなるから。うん。辛すぎて。しょっぱいのはいいんですよね。うん。だから、うん。いいんじゃないか。
チューハイは昭和20年代後半の東京下町の大衆酒場で、長州ハイボール。長州ハイボールだね。焼酎ハイボール。として生まれたと言われています。だから焼酎ハイボールは、その元祖、焼酎、元祖チューハイの味わいを追求した切れ味爽快な辛口チューハイです。結構しょっぱくて美味しい、これ。正直、微妙です。この焼酎ハイボール、ぶどう割り。俺ね、焼酎ハイボールのドライとレモンが一番好きなんです。一番好きなのはドライなんですよね。なんですが、こちらはちょっと、焼酎の味が、あんまり、しない？なんだろうな、これな。ぶどうと、合ってない気がするんだよな。っていうかね、そもそもよくよく考えたら、ぶどうの味しないということだ。そっか。そこだ。ぶどうの味が全くしない。ぶどうの香りはするんです。味が全くしない。っていうか、よくよく考えると、ぶどうの味って何だった？ほとんどただ甘い。結局、香り、ぶどうの香りプラス甘さでしょ？ぶどうって。レモンだったら、香りと酸味がある。わな。だが、しかし、これ甘さをカットしてるわけですから、甘味料ゼロ、糖質が 80% オフ。つまり、ぶどうの香りしかほとんど出せないわけだな。そう考えると、ほとんどぶどうの味が出せない。よって、この焼酎ハイボールには向いてないんでしょ。ぶどうは。ねえ。シークワーサーとか、酸味と香りが出せる。やつは別です。ね。シークワーサーとか、すだちとか、レモンとか、あと、みかんとかね。これはまあ別ですけど、ぶどうは基本酸味がありません。やっぱそれ問題でしょ。さすがに。ぶどうの香りしかしない。それは問題です。じゃあドライはどうなのか。焼酎ハイボールのドライなんて何も味がしない。じゃないかと。思う方がいらっしゃいますが、それは違う。ドライはちゃんと甘さがあるんだ、あれは。焼酎の甘さ。
となんか、なんなんだろうな、あれな。やっぱ若干砂糖使ってんじゃねえの、あれ。甘さと香りがあるね、なんか。これは、これ失敗だろ、これ。ぶどう割り。これ失敗だと思うけどな。所詮香料でごまかしてる感じがするんですよね。香料とこの色で。何か不思議な感じがするんですよ。ぶどうなのに甘くない。普通ぶどうって甘いもんです。レモンとかだったらね、甘くないからまあ別にね、問題ないんですけど、酸味だけでね。これブドウとなると甘さがねえ、ブドウって甘いですよね、巨峰とかね、非常に。なのに甘くない。だから香りがする。なんだこれは、何かがおかしい。口の中でんと結果、ちょっとうまくないなと言わざるを得ない状況に陥ってる。これはもうしょうがないでしょ。やっぱり選ぶべきだよな、そういうの。例えばさ、これに焼酎ハイボールにメロンがあったとする。メロンの香りしかしない。何かおかしい。普通メロンって甘いもんだ。なのに全然甘くない。香りしかしない。となればやっぱりそれはダメですよ。一応、焼酎ハイボールは、甘くない辛口チューハイっていうのを歌ってるわけですから、フルーツ自体、その、ね、甘くないやつを選ぶべきなんです。それなのに、それを、この開発者は全く分かってない。これは外れ。こんなんったら、普通にウーロン割りとかすればいいんですよ。焼酎ハイボールでウーロン割りとか。絶対そっちの方がうまいと思うけどな。だってウーロン茶なんて基本苦味と香り。この二つだけでしょ。甘さ必要ないんですか？まあ。確かに、ぶどう割り。ぶどうの味がして、いや、香りがして、味がするチューハイで、なおかつ甘くない。っていうのを求めてる人だったら、まあ、いいでしょう。ただ、普通に考えて、ぶどうなんてチューハイほとんどないでしょ。ね。ぶどうのチューハイって、ぶどう味のチューハイって、まあ、そうそうないです。
そもそもはしても、ターゲティング自体も間違って、これは二つ星。まずい。はっきり言って。それではご視聴ありがとうございました。